ヒュンダイ i20WRC は韓国の現代自動車が世界ラリー選手権参戦のため開発した競技専用車である。テスト仕様ヒュンダイとしてはアクセント WRC 以来の WR カー。ヒュンダイ i20 をベースに2014年からの再参戦を目標として設計は韓国、開発はヒュンダイモータースポーツのヨーロッパにおける拠点であるドイツで行われた。 技術開発部門のトップであるテクニカルディレクターはベルトラン・バラが務めていたが2014年5月より新たにニノフリソンが就任したテストドライバーはユホ・ハンニネンブライアン・ブフィエ・クリス・アトキンソン複数年契約を締結したエースドライバーのティーリー・ヌービルは全所属チームである M スポーツとの契約が2013年12月まで残っていたが ヒュンダイが交渉し11月下旬からのテスト参加が認められた。2017年からベース車両は2台目3ドアモデルの i20 クーペとなっており、WR カーの名称もヒュンダイ i20 クーペ WRC に変更されている。エクステリアは規格いっぱいに大きく張り出したオーバーフェンダーと2段に分かれた大型のリアウィングが特徴。他の WR カーに比べて 全長とホイールベースが長い。エンジンは1.6リットル直列4気筒ターボグリ。サスペンションは前後リーガー製のマクファーソンストラット。駆動方式はフルタイム 4WD で機械式 LSD を採用する。タイヤサプライヤーはミシュラン。2014年ラリードイチェランド2012年7月パリモーターショーで初公開。2014年1月デビュー戦の 1> 第1戦モンテカルロでは初日の第1で1台がコースオフ1台は電気系トラブルでそれぞれリタイアしたが第3戦のメキシコではヌービルが3位に入り初ポディウムを獲得した第9戦のドイツではヌービルが自身とチームに初優勝をもたらしさらにそれども2位に入りチーム初の1から2フィニッシュを果たしたその後残りの4戦も ライバルと互角の走りを見せ、マニファクチャラーズランキング4位でシーズンを終えた。また、ブライアン・ブフィエが、フランスラリー選手権の第4戦ラリー、アンティーブ・コート・ダジュールにて優勝を果たした。2015年シーズンは、新型モデルの開発と並行して改良が施され、第2戦スウェーデンでは、ヌービルが2014年シーズンチャンピオンの、セバスチャン・オジェと激闘の末2位を獲得。 シーズン全体では未勝利であるもののコンスタントにポイントを獲得しながらシトロエンと接戦を繰り広げマニファクチャラーズランキング3位でシーズンを終えた。2016年は他社が2017年に導入される新 WR カーの開発に注力する中でヒュンダイのみが5ドアの新型 I20 を投入。 もともと2015年中に投入予定だったが、ベース車両のホモロゲーション取得が遅れたため予定が、ずれ込み、現行規定が終わる今期しか使用できない。ヌービルがサルディニア、初のフル参戦となるヘイデン・パットンがアルゼンチンと、グラベルラリーで、王者フォルクスはーゲーを下し、マニファクチャラーズランキング2位でシーズンを終えた。なお、これらのマシーンは2017年以降は、 プライベーターに供給されなかったため、WRC 出場を行ってはいない。また、2016年モデルは、マーカス・グロンホルムが、チームボスのミシェル・ナンダンとのコネクションで入手しており、世界ラリークロス3専用マシンに改造して、息子のニクラスらが現在レースで使用している。ありがとうございます。